こんにちは、実吉です。読めます？日本語の方ですよ。英語はいいんです。日本語の方、あれで実吉武って言います。上から下までね、今までの人生で一回も読んでもらったことない。もう小さい頃からバリアを感じて生きてきました。今日は1月17日っていう、ものすごく私たちのこの神戸にとっては特別な大事な日ですよね。私も今日朝早く起きて、長田区にある、もう大体毎年行ってる公園で朝の5時46分迎えて、あれから20年あっという間でしたけれども、20年経っていろんなものが変わったところ、変わらないところ、それを思い起こしていました。紹介いただいたように、私は20年、ボランティアとか NPO、そういうことをやってきました。でその中でこの震災被災というのは大きなテーマでやったんですけど、今日はその中でバリアを感じる、震災ということをまつわってバリア、あるいはバリアに直面する、そういうことを皆さんと一緒にご一緒に考えられたらなと思ってます。ちょっといきなりなんですけど、ちょっと皆さんに質問したいと思います。同性の結婚ということについて皆さんの意見をちょっと教えてください。はい、男と男、女と女、これいくつかのちょっとレベルがあります。はい、最初のレベル、同性で一緒に暮らす、性的な関係ももちろんある、同性のカップルですね。で、こういう存在についていいと思う方、あかんと思う方、わからない方は手を挙げなくても結構です。賛否、今からお聞きします。賛成の方、多いですね。はい、では反対の方、いますね。はい、勇気ある。はい、少数派、ありがとうございます。はい、かなりの方が、今の感じだと手を挙げられない方はちょびっとって感じですかね。はい、次の質問、これは今のは言えば好き嫌いとか悪いという個人的な判断ですけど、私たちの社会の制度として正式の結婚という制度に同性の結婚というのを許容するかどうか。今の日本はそれダメです。外国にはそれを OK としている国ありますよね、すでにね、国とか州とか。でこれは異性の従来の男女の結婚であれば、例えば扶養手当とか児童手当とか、育児休業とか、公営住宅への入居とか、そういう普通に配偶者あるいは夫婦として認められているものが認められるかどうかという結構大きな実生活上の話になってきます。それが認められないと、例えば今言ったこととか、遺産を相続するとか、あるいは外国人、同性のパートナーが外国人の場合、夫婦として正式に認められていると日本に配偶者として住める。ところがこれが配偶者、正式の結婚でなければビザ、在留資格が不安定になりますよね。そういったいろんな非常にこう実際的な問題が出てきます。そういうものの中で正式の結婚、夫婦として、夫婦という言い方がいいかどうか、男と男、女と女の結婚が日本でも認めてええやないか、そういう制度にしましょうということで、賛成の方お手を挙げてください。はい、ちょっと減ったかな、どうですかね。反対の方、やっぱり、はい、さっきのお二人ぐらいよりは倍以上に増えてますね。はい、でも何人かは多分手を挙げられなかった方もありますね。3つ目、今度は子どもの問題、同性の間の子ども、これ当然普通にはできません。だから養子をもらうか、あるいは、そのカップルの精子か卵子と、カップル外の人の卵子か精子で子供を作る。でその子供にも着出、非着出ってありますよね。非着出だとまさにその相続とか、いろんな子供と普通の夫婦の間の子供として認められる権利がいろいろ認められなくなる、不都合がある。そういうものもええやんと、同性の間でも子供を何らかの形で作って、その子に権利を認める、そういう日本の制度にしてええやん
と思う方、賛成、反対。はい、賛成の方、はい、半分ぐらいですかね。反対の方、あ、はい、ありがとうございます。反対が徐々に増えてきたような感じがしますね。はい、で多分ずっと手を挙げられなかった、悩むなという方もちらほらいるような気がします。でも明らかに最初の質問、ただ一緒に暮らすということから、だんだんその賛否が、まあ言えばこう揺れてきました。はい、震災とか被災とか、えらい何の話や、えらい遠い話やな思われたかもしれませんけど、要するに男や女という、まあ基本的な私たちの伝統的な考えでは基本的な分け方、分類がとか、あるいは男らしさ女らしさとか分類が、実は結構そう当然でもない、人によって感じ方が様々である、あるいはこういう聞き方によって答え方も皆さんの中でも違ってくる、まあ何が正しいかという話はもちろんないですよ。そういうブレをちょっと見ていただきたかったんですね。でこのらしさとか分類とか、まあ、そういうのは震災の時にもありました。例えば被災者らしいとかボランティアらしいとか、はい、被災者という言葉で皆さんどういうイメージを持たれるか、はい、もう出ましたけど、まあ、被災していろんなものを失ったり傷ついたり、それは目に見える家族を失った、家を失った、仕事を失った、目に見えない何かものすごく大きな喪失感、大切な人を失った、あるいは思い出を失った、まあ、そういうことでこう無力になる、人の助けを必要としたり、しばらくじっとしていなきゃいけない、痛い、まあ、そういう被災者というイメージありますよね。じゃあこういうのどう思われますか。文句言う、そんなん嫌やとか要求する、強くもっとこうしてくれとか要求要望する、強く自己主張する、こういう被災者、これも皆さん被災者らしいという感じします。どうですかね。ね、もちろん想像考えれば分かるように、生身の人間ですから、全てのことに満足しているわけはないし、いろんな善意のボランティアとか社会からの善意の支援にもっとこうしてほしいとか、そんなんしてほしくないとか、きっとそういう話はあると思うんですよね。東日本、これは阪神から東日本にちょっと飛びますけど、東日本の東北の方が、まあ、神戸からいろんな人が支援に行った。で神戸から東北にたくさんの人が行ってて、結構みんな神戸の人やっぱり熱いんですね、神戸兵庫の人、まあ、自分たちの経験もあるから。でつい分かるよ、私たちも同じ体験したから分かるよって言ってしまう、これ実は結構評判悪いんですね。うん、分かりますね。阪神の震災も確かにものすごいものすごい被害で、巨大な災害でした。でも東日本、ね、津波があり原発があり、かなりやっぱり違う部分があるんですね。津波って本当に、こういう表現あんまり良くないと思いますけど、本当に町が根こそぎ町がなくなってしまうような、それを私たちも同じだよ分かるよって、ね、簡単に言われたくないっていう声は私何度か聞きました。多分これ皆さんも想像したら分かりますよね。なんかこう辛い時とか悩んでる時に分かるよって簡単に言われたら、なお前に分かるかって言いたくなるような、はい、もう一つ、これはまあ被災者の人から私言われてものすごくズキッとしたことがあります。被災者というのはずっと何ヶ月も何ヶ月も何ヶ月もありがとうって言い続けないといけない。じっちゃん、そのしんどさ分かるか、じっちゃんって言われるんですね、うん、どんだけしんどいことが分かるか。やっぱり支援される側、する側がつい分かれてしまう。でする側はまあボランティアであれ、いろいろ物資を送ってくれる方であれ、みんな善意ですよね、良かれと思ってする。でもそれに常に常にありがとうと言わないといけない。であるいはたまには書いてほしい、そこじゃないわとか、そこ触ったら痛いね、触らんといてとか、そう思っても、ね、善意の人になかなか言いにくいですよね、それね。
そういう時にもありがとうって言わなきゃいけないような、そういうプレッシャー、あるいはそういう関係性が支援するされるという中で生まれてしまう。そのしんどさ分かるかと言われた時には、すごくなんかすごくズキッとしました。ボランティアということでも似たようなことがあります。ボランティア、ボランティアってどういう意味ですかね。まあちょっとこれは変な、清く正しく美しく、まあ頑張って支援して、でもこうこれも文句を言わない、黙々と人のサポートをし続ける。でもボランティアもいろんな支援してると、いやこれは別にこの人の問題とか、私たちのこの当事者とボランティアで支援してて、でもそれじゃ解決のつかない世の中全体の問題ってあるんちゃうのって、社会の制度とか仕組み変えんとあかんのちゃうのって思うことってやっぱりあるんですよね。でもそういうこと言うと、なんや生意気なという感じに、さっきの被災者の人が要求をしにくいのと似たような構造があります。つまり何々らしい被災者、らしい被災者、ボランティアらしいボランティア、そこからちょっとでも皆さん、ね、一般的な社会がそのらしさを求めてくるのから外れたらしくなさの側に回ると、どういう言い方になります？らしさ、何々らしい、ボランティアらしいに対して、何々のくせにっていう言い方にすぐ出てきますよね。これでも皆さんも経験ありません？ないですかね。男のくせにとか女のくせにとかね、若いくせに、最近よく聞くのは日本人のくせにとか、うん、そういう世間のらしさからちょっとでも外れると、そういう、まあ、ある種のプレッシャーというか、難しく言うと同調圧力とでも言うか、そういうのがあるような気がします。自分自身の話をします。私阪神の震災からこういう世界に入って20年ぐらい、割とすぐにもうある団体で職として働き始めたんですね。まあ臨時の職みたいなもんでしたけど、かなり長いこと親とか親戚からは、いつまでボランティアしてんのみたいにやっぱり言われます。言われました。なかなかその親の世代の世界観、これもまああんまり一括りにしちゃいけない、まさにこれも決めつけでありカテゴライズなんですけど、でも多くの親の世代からするとやっぱり理解できないんですね、こういう生き方。でもまあ息子が生き生きと楽しそうに生きてると、まあ、それは見て分かってくれたんですけど、なかなか理解受け入れられない。で、いつになったら まともな仕事探すのとかいう感じがあります。で、まあ私は好き勝手やりたいようにやってきたからいいんですが、そういう何々らしさみたいなものは、こう人を何かに押し込める窮屈な、きつく言うと抑圧するものが、まあ、あるのかもしれません。じゃあそのらしさのさらにもう一個前にあるカテゴリーとか分類ということ、被災者、非被災者ね、例えば家が全壊した、半壊した、これ被災者と呼ばれます。でも家は全然大丈夫、あるいは自分も大丈夫、例えば兵庫県にいなかった、京都に住んでた、自分の体も家屋も物理的にも自分の家族も何も大丈夫、でも自分はものすごい、もう小さい頃からの最高の無二の親友が神戸にいて、そいつを震災で亡くした、ね、そんな人います。その人の喪失感、下手な物理的な、ね、経済的な損失よりもはるかに重いものを抱え続ける人も中にはいる。もうそうなってくると被災者か被災者じゃないかという分類もほとんど意味なくなるわけですよね。まあ反被災者でもそう、なんかわけのわからない言い方になります。結局カテゴリーとかカテゴライズすることということの限界があるのかな。でも人間何かで分類しないと、カテゴリーしない、カテゴライズしないと現実というのが捉えられない。だから言い悪いじゃなくて、多分カテゴライズというのは誰もが常にやってることです。男である、女である、何々である。でも例えばここに100人の人がいたら100の人生がある。現実の方が絶対に無限ですよね。でも分類っていうのは常に有限。これは多分言葉が有限であるっていうのと多分同じなんでしょう。言葉で分類しないといけない。
でも現実の方は常に無限。それを無理してカテゴライズしようとすると、そこからいろんなものがこぼれ落ちる。無理やり自分は分類されてしまったという気持ちに多くの人をさせる。そういう時にカテゴライズしてしまうことで失われるもの、そこからこぼれ落ちるもの、それにどこまで自分が自覚的になれるかということかなと思います。自分自身も多分カテゴライズしてしまってます。常に誰も多分してます。ただカテゴライズしてしまうことに自覚的になって、そこから外れる、その人ならではの、その人しか持ってないその人らしさ、難しく言うとその人の誇りとか尊厳とかかもしれない。それに少しどうしても分離しないといけないこともあるかもしれない。でもそういう時でも少し想像力を働かせてみる。その人ならではのかけがえのないものって何なんだろう。そうすることでカテゴリーの乱暴な決めつけてしまうところ、何々らしいって言って人を押し込めてしまう、自分もついそうしてしまうところから少しでも自由になれるんじゃないかなと思います。カテゴリーから少し離れてみる。そうすると人に対して少し優しくなれる。その人のありのままを少しでも受け取れるようになるんじゃないか。それは多分もしかしたら自分自身も自分のありのまま、いろんな分類されて、それ分類しきれないんだ私はっていう思ってしまう自分自身のこぼれてしまうところを大事にすることにもつながるんじゃないかと私は思います。ありがとうございました。